あの頃、巨大怪獣をやっつける防衛宇宙局が活躍する番組は子供たちに大人気。この女の人はその番組を考えたアシスタントプロデューサーさんだったのです。すごい人なんだよ。ふわふわコロンコロン、すってんコロリン、ボボボビューン、復活。賢明なる諸君、怪獣カードが5枚集まったよ。これで友達に話しかければ怪獣カード合戦で遊べるよ。勝つと親分、負けると子分。子分のままでは手に入らない情報もあるから、頑張って勝ってみようね。誰が親分で誰が子分かはツールボタンを押せばすぐにわかるよ。後のルールは簡単だから、ここでは説明いたしません。賢明なる諸君へ、以上です。大きな土管がドカンと置いてある。
お疲れ様でした。藤の花、藤の花。次は桃の花。新宿行き、まもなくドア閉まります。賢明なる諸君、怪獣カード合戦のルールを簡単に説明するよ。お互いに5枚のカードを裏返して並べた後、カードの位置を1回ずつ取り替えるんだ。カードの勝ち負けはじゃんけんと同じ仕組み。アイコになった時だけ強さを比べて勝敗を決めるよ。賢明なる諸君へ、以上です。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。1勝2敗でアイコが2つ。とりあえずあなたの負け。アケビちゃんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、勝負です。負けだよ。やったね。やった勝ち。やったね。アイコは強さで勝負。3勝1敗でアイコが1つ。この勝負はあなたの勝ち。あなたが親分、相手は子分。諸君、ここでビッグニュース。怪獣カード合戦をやって勝てば、相手から怪獣ピースをもらえることがあるよ。自分が親分の時に勝てばもらえる確率が高いんだ。これはぜひ覚えておこうね。賢明なる諸君へ、以上です。
じわじわぐるぐるドロンドロンすってんころりん踊り出す。復活。いきなり踊り出す。やってくる。すってんころりん。ボボボビューン。いきなり踊り出す。やってくる。すってんころりん。ボボボビューン。
他の子の名前はまだわからないけど、その子の名前だけはしっかり覚えていました。ソータと同じ日に転校してきたクラスで6番目のとびっきりの美人。彼女のことを思うたび、ソータは胸がドキドキしていたのです。お父さんが言ってた話って、もしかしたらこのおじさんのことかな。ソータはそう思いました。ソータはどうしましょう。
ぐるふわふわコロンコロンすってんコロリンボボボビューン復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。3勝0敗でアイコが2つ。まずはあなたの勝ち。あなたが先だよ。ヒント、勝負です。負けです。やった勝ち勝ち、やった勝ち、やったね。4勝1敗で愛子がなし。この勝負はあなたの勝ち。あなたが親分、相手は子分。いきなり踊り出す。やってくる。すってんころりん。ボボボビューン。復活。彼らを追い払ういい方法はあるのでしょうか。
パがしゃがみ込んで土管を覗き込むと、あれ？奥の方に光が見える。あれは一体何だろう。耳を澄ませば風の音が土管の中に響いてる。ヒューヒュー音まで立てている。もっと耳を澄ませば、おや、なんだか話し声が聞こえるぞ。ソータは試しに土管に向かってドカンと大きな声を出してみた。怪獣の声を出し、不良たちを追い払う作戦は大成功なのでした。